て、これを直進していると橋が出てきます。本日のスポットはそちらでございます。はい、今から来たのは今日は三重県でした。なんだっけ、白山大橋、知らん。はい、ここですね、このこれこれ、この橋。本当だ、来るね。あ、なんかあるんだ、石橋来るね、ここ。うわ、すげえ、通った瞬間息苦しい。え、すげえ、今のカーテンすげえ通り抜けた、息苦しい。あ、ここ昼間でもすげえな。あら、まあ、まあ、向こう警戒しとるかよ、俺様のこと俺様を警戒してる。夏い、あー、よくないな、早いな、警戒されるの。これはきついな。さっき何も感じんかった、お前。ああ、いや、別になんか、お前すげえな、もうお前みたいな俺神経欲しいもん。来たな、これは今ズワーって来た、今ズワズワーか、やっべえ俺。視聴者の皆さん、こんばんは。こんばんは、かっちゃんです。はい、今日もね、視聴者さんに紹介された白山大橋、多分白山、白山なのか白山なのか来てみました。あの、前回の橋と違って明かりが何一つないという、そして車の通りが多い、車の通りが多くて、ちょっとあのかっちゃんに前もって言っておくけど、またあれだよ、あの、車うるさい、車来た時あれ止まっといてよ、カットするから。車の通りが激しい。止まらねえ。いかがですか、まずあのこの橋、心霊スポットとして霊感自体はセンサーは反応してますか。センサーとしてはすげえぞ。そのやばいのは橋の下からですか、上ですか。下だな。いや、ゴミだらけない。さあ、橋自体はこんな感じ。暗いとインパクトあるね、なかなか。すごい、すごいな。こんな真っ暗な心霊スポット久しぶりです。ワクワクすんな。否定ができない。一人じゃ心霊スポット行かないとかいう割には、なんていうの、こんな暗いとこ来て、やっぱね、霊感のすごいかっちゃんと一緒だからっすよ。また来た。撮影できへんやん、こんなん。ちまちま牛歩で進むのです。とりあえず歩こう。なんか変に思われる。あ、なんだ、車の霧がない。ダメだぜ、これもう。諦めよう。ちょっと多すぎるわ、車の通りが。もう本当にね、集中できない、車で。あら、っていうか、こんだけ車がバスバス通ってる割には心霊スポットなんだな、かっちゃんの。心霊スポットじゃないだろ、こんなもん。お昼の時点ではセンサーバンバン反応してんねんけどな。だね、撮影なんか中瀬もいいところやな。そうね、なかなかシャッターも切れません。あ、だめだ、もう
うん、これはなかなか。オーブ自体は多いですか？いやそれほど多くもねえんだけどな。多分仁田さんこの辺りで人を見たと思うんだよな。仁田さん見たって言ったよね。言ってましたっけ？コメント拾っておきます。コメント拾っておきます。あれそこまであったっけ？なんかおすすめだよっていうのでだけは。私も見えましたからって言ってたのにな。あらまあ、このなんだ通方面の通の方の寄りで滋賀側じゃなくて、うん、もう構わず突き進みます。諦めて、うん、行こう。行こうね。もう何うん、ねえ、かっちゃんよ。何や今そこにね、空いてない缶コーヒーが添えられてたんだけど、それはなくなった人向けとかそういうのがあったりします？そこにあったじゃん。はい、そこだよ、多分真ん中ぐらいだな。そう、シチュエーションだけならマジいい感じなんだけどな。なあ、こんだけ車がおるの、もうシャッター切れへんねん。後ろ側からすげえ、後ろの反対側がすげえ気になるんだよ。おっと、何側、どっち方面っていうのが言いづらいんだよな。これ多分よ、はい、ここで事故で亡くなってる人だろ。事故、そういう車と車の接触事故とかそういう系の。そう自殺とか思うんじゃねえか。事故か何かだろうな。びっくりした。何か蹴った。この人たちは、うんうん、基地だとやっぱりその崖下、うん、橋の下がだいぶ高いのもあって自殺の名称みたいなことが書いてありましたけれど、橋の下からすごい声が聞こえるからさ。さっきから橋の下ばっかのぞきたくなるんだよ。ああ、橋の下歩いた方が多分何か。うん、まあ、何下ばっかおる気になるんだろうな、ここ。飛び降りたけど、うん、なんていうの、知れなかった人？でも確かに言うほどなんていうの高くないんだよね。そのなんか飛び降り自殺に選ぶことかって言われると高いけど、なんかはい、反対側を歩いて帰ることにします。なかなか車通りが多くてちょっと撮影がね、ごめんなさい、車が多すぎて僕が全く集中できません。うん、なんか声と姿は見えるんだけど消されてしまう声が。ああ、その多すぎる車が周りの雑音に対して。うん、白山だから開かないで、向こうが都会か。向こうが都会か、あの通側ね、はい、通側が都会だから今度は左側を通ってきていますけど、今日はすいません、もう何も喋りません、はい、ただ通りましょう。諦めましょう。ダメだ。これが多すぎる。なんぼなんぼ。そうですね。この間の橋もここまでじゃなかった。お